今日の気温は18度。やっと秋になったので秋スニーカーを探していきます。やっと涼しくなってきました。日本には食欲の秋、読書の秋、あとは物欲の秋っていう言葉がありますけれども、今回の動画はですね、僕がこの秋に欲しいスニーカー22選をお届けしようかなと思います。今回の動画はですね、2本立てを予定してまして、最初の動画はこの動画になるんですけれども、僕の欲しい靴を22個ずらっと紹介します。2回目の動画では購入した靴と僕が持ってる靴で秋に使いたいオールスターズをちょっと組んでいこうかなと思います。今回の動画で結構いろんな靴を紹介するんですけど、僕がねどれを買うかぜひコメントで予想してみてください。ということで早速靴紹介に行きます。ということでね、早速本編の靴紹介に行きたいと思います。この動画は僕がここでパソコンを見て、こっち側にね見ている画像とかをちょっと出しながらご紹介しようかなと思います。見ている方に少しでも参考になるように、ブランド、靴の名前、価格、買える場所、相場感みたいなのもねお伝えしてきたらなと思います。クラシック系の靴と、あとはテック系のね靴が欲しいなと今思ってるので、そこら辺中心に紹介していきますので、今ねちょうど探している方には参考になるかなと思います。まず最初に紹介するブランドはナイキです。1足目はこちらですね、ナイキの P6000 という靴です。価格は税込みで 14,300円で、買える場所はおそらくナイキの公式オンラインストアとかがいいかなと思います。レトロで瞬足みたいな靴今ちょっと好きなので、このナイキの P6000 も非常に気になってます。赤色がね入っていて、差し色としてのも使いやすいですし、まあ値段もこれから紹介する靴に比べたら安いので結構おすすめなんじゃないかなと思います。ウィメンズのシューズにはなってるんですけど、公式だったら29センチまで選べるので大体の人が履けるかなと思います。では2つ目のナイキの靴いきます。ナイキ ACG のマウンテンフライ2ローですね。で価格は税込み 21,199円です。今日の動画でご紹介するのは基本的にエンドクロージングっていう海外の、まあ、セレクトショップの商品をご紹介しようかなと思います。僕結構足のサイズも大きいことがあって海外の通販で買うことが多いんですけど、エンドはスニーカーの種類がすごく豊富で、コラボモデルだったり限定モデルみたいなの結構あるので、おすすめのサイトなのでこれをちょっと使いながら紹介します。で靴としてはこんな感じのデザインですね。ナイキの中でもアウトドアなものが多いブランドになりますけど、この ACG ってロゴが入っているのが僕は個人的にはツボです。個人的に好きなんですけど、このクイックシューレースがついているので靴紐を結ばなくていいのもポイント高い。カーゴパンツに合わせたらかっこいいかなと思ってます。3つ目いきたいと思います。3つ目の靴はこちらです。ナイキショックス TL ですね。この靴は僕が探した限りは通常の価格で売っているものがなくて、ストック X、 日本でいうとスニーカーダンクみたいなやつなんですけど、もっとでかいのでほとんどの靴が網羅されているようなところです。でここだとちょっとプレネになってしまうんですけど、僕のサイズだったらだいたい5万円ぐらいで買えます。非常に高いです。なんですけどもデザインがねすごくこういう風にかっこよくて、テックっぽさがね存分に出ております。僕が以前カナダにいた時にルームメイトがこの靴を履いてまして、その時はね何とも思わなかったんだけど、ついこの前名古屋の街中で履きこなしてる人を見てから気になってしょうがないです。ちょっとね値段が高いのでどうしようかなとは思いますけど、人と被ることはないと思うので、個性というかこれから差をつけたいっていうのにはいいかなと思ってます。次はアディダスの靴を紹介しようと思います。2つ目の靴はこちらです。アディダスのハンドボールスペシャルですね。価格は15,400円です。今回紹介するエンドクロージングのオンラインストアではかなり色味も選べるような状況です。僕が今気になっているのは画面に出ているこの赤、白、あとガムソールの組み合わせですね。いい色ですね本当に。先ほどのナイキの P6000 みたいな、まあ、差し色としてもちろんこの赤は使えますし、アディダスのサンバとかあとはカントリーとかも持ってるんですけど、こういうレトロなね形の靴はねすごく今使いやすいので汎用性も高いかなと思います。
います。アディダスのこういうレトロな靴でよくありがちなちょっと注意点なんですけども、日本人の人の足には作りが小さいかなと思ってまして、僕がアディダスの靴を買うときはワンサイズツーサイズ上げて買うので、このハンドボールスペシャルをもし買われる場合はサイズをね上げて買われた方がいいかなと思います。2つ目はこちらです。アディダスヒューマンレースサンバですね。価格は 24,400円です。色味はねナイトグレーっていうのを僕は気になってます。エンドクロージングでは他の色も今は選べます。今ルイ・ヴィトンとかで話題のファレルさんが関わっているブランドとのコラボモデルです。他のサンバにはない一色だけでできている靴です。個人的に気に入っているポイントが2つあって、1つはねこのネイビーの色味なんですよ。アディダスのサンバでネイビーとかでいい色味の靴がなかったので、これ見た時はドキッとしましたね。あとはシュータンかながちょっと長めなので、このまま履いてもいいですし、折り込んでねアクセントつけたりして履いたりもできるので、2通りの使い方ができるのは非常に可愛らしいかなと思います。次の、あ大丈夫ごめんね、はい、ということで次はですねリーボックです。はい、こちらでございます。リーボックのクラブ C85 ヴィンテージです。価格は6788円、今セールになってます。僕が気になっているのはブラウンと白みがかったタオル地が内側に入っているものになります。僕はクラブ C を持っているんですけども、すごくね履きやすくてしかも使いやすいシルエットなので、もう一色欲しいなと思ってました。エンドを見てたらこの絶妙ブラウンカラーがあったので今気になってます。しかもセール中で約半額ぐらいになってるので、今ちょっと暑いかなと思ってます。これからの季節に着る服には何でも合うかなと思います。デニムしかりスラックススカリサタタタタタタスラックスしかり、すごく汎用性の高い靴かなと思います。お買い得です。お次の靴はこちらです。リーボックメゾンのアルジェラプロジェクト CL ナイロンです。こちらもねセールになってまして、価格は 22,800円、色味はブラックです。この画像を見ただけだとちょっと分かりづらいので、1枚買えますとこうなってます。マルジェラのアイコン的な存在である旅仕様になっているスニーカーです。このコラボモデルはクラブ C のバージョンもあったりするんですけども、こちらのモデルの方は小ぶりなデザインになっているので、普段使いに合わせやすい旅のスニーカーになっているかなと思います。定価がやっぱり4万5千、まあ5万ぐらいする靴なので、今セールで 22,800円で買えて、またちょっとしかサイズがないとなると、僕は今非常に気になってます。次はですね、皆さん大好きニューバランスからご紹介したいと思います。1足目はこちらです。ニューバランス M2002RDN です。価格は 26,150円で、気になってるのはダークモスという色味です。めちゃくちゃかっこいいですよね。ミリタリーっていう感じの色味です。2002のシリーズで人気なこのプロテクションパック仕様になってまして、ダメージ感のあるね加工がされてます。僕はアメカジミリタリーストリートみたいな格好をすることが多いので、すごく相性がいいかなと思ってます。色味もね黒カーキグレーみたいなものが入っているので、結構拾いやすいですね。この靴もう一個しびれたポイントがあって、ここです。ここクイックシュー機能がついてます。脱ぎ履きがめちゃくちゃ楽。さっきの靴もありましたけど、やっぱこれめっちゃいい、最高です。2足目です。こちらです。ニューバランス This is never that 550です。価格は 22,875円で、ブラウンですね色味は。550自体は去年ね結構流行っていろんな靴屋さんで売っていたかと思うんですけど、あれはねどちらかというとこうバッシュみたいなデザインだったんですが、これはねアウトドアな雰囲気を感じさせる色味と素材感になってます。5つ目のねキャンバスというかダック地みたいなスニーカーになっていて、カーハートのね服とか結構ダック地のものありますけど、それとの相性すごく良さそうです。これにくいよね、ここの中がね色入ってるって。使わないのにこの色味。この This is never that 韓国のストリートブランドのコラボモデルは割とねどこの靴屋さんでも売り切れてしまう場合が多いんですけども、ここは大きめのサイズとめちゃんこちっちゃいサイズだけ余ってるので、足大きい巨人族の方ぜひ、僕も欲しい。ニューバランスの靴、次3つ目です。こちらニューバランスニオビウムコンセプト1
です。ずいぶん前の靴になりますので、もう現行で売ってるところはないので、ストック X というサイトでまたご紹介したいと思います。例えば 28.5 だと45,000円ぐらいのものですね。この靴僕ずっと欲しくて、こういう見た目をしております。まあ安定のねクイックシュー機能でありつつ、ごついアウトドアみたいなスニーカーになっているんですけども、今画像で出ているものは別のカラーリングになるんですけれども、これが本来の姿なんですけれども、上のジップをね開けることで3足として靴が使えるっていうものです。ハイキングブーツ的な使い方から、まあ、ちょっとトレイルとかで使えそうなやつに、さらにこう楽なねソックシューズみたいな状態に変化することができるやつです。めちゃくちゃかっこよくないですか？ロボットアニメの機能みたいなのがついた靴です。僕はねこの真っ黒の色味がすごく欲しくてずっと探してました。次はですね、鬼塚大河の靴になります。こちらメキシコ66です。価格は税込みで 14,300円で、色味はシルバーです。黄色ベースの鬼塚タイガーのメキシコは持っているんですけども、あれがすごく使いやすくて、このシルバーの色味が非常に気になってます。公式のオンラインサイトで写しているんですけども、意外とサイズ掛けがもう始まっているので、買うんだったら結構早めの方がいいかなと思います。こんな感じのデザインですね。シルバーです。シルバーなのでめちゃくちゃ目立つので、主役級の靴かなと思います。結構無難な靴しか持ってないなっていう方にはこれおすすめなんじゃないかなと思います。次はサロモンです。紹介するのはこちら、サロモン XT クエスト2アドバンストです。価格は今セールになっていて 16,357円で、色味はブラックのものです。結構ごつめのデザインです。まあその分ね、足首をしっかり守ったりとか、ソールもしっかりしているので、歩く分には申し分のない機能です。サロモンの靴は結構高いものもあるんですけども、このね今セールの段階で買うんだったら、さっきの鬼塚タイガーぐらいの値段で買えるので、割と挑戦しやすいかなと思います。今のテック系の格好だったりとか、ストリート系の格好には非常に相性がいいかなと思います。この後ろのロゴがね憎いよね。かっこいい、赤こっち。2足目はサロモン XT6 エキスパンス 75th Anniversary Golden Arc です。はい、長すぎますね名前は。こちらは去年出たサロモンの靴になるので、現行では売ってないので、またまたストック X でご紹介してます。僕のサイズだと約4万円ぐらいですかね、で販売されております。デザインはこんな感じ。サロモンの靴はね、色味がちょっと奇抜な色味っていうのが多いんですけれども、この靴はね昔のアウトドアの靴とかを想起させるような色味になってます。デザインとしてはサロモンの靴でも人気が高い XT6 なんですけれども、サロモンだと、まあ、テック系とさストリート系っていうのを合わせることが多いと思いますけど、この色味を使えば古着の感じとかアメカジとかにも合わせ方が考えればできるようになるかなと思います。僕はねこういうオレンジの靴っていうのをまだ持ってないので、挑戦してみてもいいかなと思ってます。次はですね、プーマで気になっているものを紹介しようと思います。気になっている靴はこちら、プーマスウェード BTG です。価格はセール中なので6,570円、色味はネイビーとホワイトの組み合わせですね。エンドだとちょっとサイズが選べないんですけども、日本のセレクトショップとかだったらサイズ結構選べると思います。デザインとしてはこういう感じです。とても上品です。個人的にネイビーという色味がすごく好きで、上品でいいなと思っているんですけど、ネイビーの靴いいの持ってなかったので、これを機にこのプーマのスウェード挑戦してみてもいいかなと思ってます。定価もね 19,500円で、買いやすい値段帯ではあると思うので、普段使いとかでね買っていただくのもありかなと思います。2つ目はこちら、プーマノアプロスターです。価格 21,199円で、色味はホワイト&グリーンですね。ノアっていうスケートブランドとのコラボモデルになるんですけど、結構日本だと売り切れちゃったイメージがありましたが、エンドではサイズが結構揃ってます。デザインとしてはこんな感じで、すごくレトロなね雰囲気があります。トレンドの格好もそうですけど、古着との相性もいいので、この靴は非常に汎用性が高いかなと思います。緑もね皆さん服で使うこと多分多いと思うので、色合わせもしやすいという
感じかなと思います。次はバンズをね紹介しようかなと思います。1足目はこちらです。バンズボルト UA OG オーセンティック LX。 もう何が何だか分かんないぐらいなんか略語が入ってますけど、まあ、平たく言えばバンズのオーセンティックのいいやつっていう感じですかね。色味はネイビーにホワイトのものが入っているっていう感じになります。さっき紹介したプーマのスウェードと同じようにネイビーの靴が欲しいなという中でちょっと候補に上がった靴です。で今回紹介するこのバンズのボルトっていうのはバンズの中でもよりこうクオリティの高いものを作るラインになりますので値段がちょっと高いんですが、その分クオリティがしっかりついてきていて長く履いたり長く歩いたりしても全然疲れないです。僕はネイビーがいいかなと思ってるんですけども、黒白とか赤とかいろんなカラバリがあるのがオーセンティックの魅力だと思うので、皆さんの靴事情に合わせて持ってない色でこれをチョイスしていただくのも結構ありかなと思います。2足目はこちらでございます。バンズ UA スタイル 53DX です。価格は7435円ですね。色味はブラックです。この靴のシリーズはちょっと前の動画でも紹介したんですけども、バンズのローファーになります。スニーカーのソールがついたローファーになっていますので、カチッとした雰囲気とカジュアルな使い心地がミックスされた結構汎用性の高いアイテムかなと思います。これね、ここにこういう金具がついてて単純にシンプルなローファーと違ってインパクトがあります。なので先ほど紹介した鬼塚タイガーのメキシコみたいな足元が主役になるようなコーデにも使えるかなと思います。そうしました。次はアシックスからご紹介します。1足目はこちらです。アシックス GMBH ゲルカヤのレガシーです。価格は3240円で、まあ、色味としては蛍光緑にゴールドみたいな存在感マックスのスニーカーです。この前ショート動画にはあげたんですけど、アシックスのスニーカーを買いまして、すごくねデザインとか履き心地を気に入りまして、今すごくアシックス気になってます。僕はすでにもうスニーカーとかを結構持ってるので、どうせならちょっとこう差し色にね使えるようなインパクトのあるものが欲しいなと思ってこの靴を見つけました。蛍光緑の存在感が抜群なので、しかもなんかカヤノって書いてあるんですよね。これコーデにねこういう風にパンツと合わせると意外とね使いやすいまとまった雰囲気があります。オールブラックの格好に足だけこう色を出すとか、そういう使い方をすれば全然コーデに挟み込めるようなもの、むしろ地味なコーデをレベルアップしてくれる面白いアイテムなんじゃないかなと思ってます。こちらは価格がコラボモデルということもあって高いので、スニーカーいっぱいあって変わったものが欲しい、差し色で欲しいっていう方には結構おすすめなのかなと思います。アシックスの2足目はこちらです。アシックスゲル 1130RE ですね。価格は19065円。色味としては黒とグレー、あとはちょっとカーキっぽい色味も入った靴になります。まあ、この靴はね巨人族しか今履けないサイズしか残ってないんですけど、この絶妙なカラーリング見てください。めちゃくちゃ使いやすそうじゃないですか。黒ベースになってますし、カーキぐらいの色味でまとまっているので、コーデでねすごく色味を拾いやすいような靴になってます。こういう色味のね靴結構多いと思うんですけど、個人的にグッときたのはこれです。靴紐の色味がちょっとグレーがかってる、青みがかっている色味になっていて、履き潰されたヴィンテージっぽい色味になってるっていうのがかっこいいんすよね。日本のお店だとこういうアシックスのねいい色味とか絶妙なやつってなかなか取り扱えないんですけど、エンドとかだったり海外のお店だと意外と選べることが多いので、チェックしてみるのもありかなと思います。アシックスの次はコンバースの靴を紹介しようと思います。紹介するのはこちら、ジャックパーセルキャンバスミッドですね。ブランドとしてはコンバースアディクトになります。日本だとね USA 規格とかを買うことはできないので、買うとしたらコンバースアディクトかなと思いました。デザインはねあのジャックパーセルがミッドになっているものになります。なかなか見たことない雰囲気の靴なので、履いてたらなんかこれ何って多分聞かれるようなものかなと思います。まあ、価格は 19,800 円でコンバースのイメージがするとちょっと高いんですけども、普通のコンバースよりもよりいいものを作るっていうものになってますので、アウトソールとかクッションが全然違うものになってます。なのでコンバースなんだけどハイテクシューズぐらい履き心地がいいっていうものになるので、見た目も面白いし性能も高い靴になります。カラーリングはねブラックしかないんですけども、まあ、汎用性めちゃくちゃ高いし独特な形をしているので、1足あったら非常にコーデが楽しくなるかなと思います。
ということでね、ここまで結構有名なスニーカーブランドをご紹介してきたんですけども、最後にですね、僕が今気になっている新しいスニーカーブランドについてもご紹介しようかなと思います。ラストリゾート AB というブランドになります。ポーラースケートというスケーターブランドがあるんですけども、その方が立ち上げた新しいブランドになります。気になっている靴1個目こちらです。 VM001 ロースエイドですね。すごくこうクラシックなデザインのスニーカーになります。スウェード地にすごくこう厚底のねソールが入ったようなスニーカーになってまして、シュータンのねデザインもすごく可愛い靴になります。85ユーロぐらいになるので、日本で買うとね多分1万5000とかでお店では売ってると思うんですけども、僕が初めてこの靴をお店で見た時に、これでスケートをするっていう用途が思い浮かばないぐらい上品な雰囲気がある靴でした。コーデの使い道っていうことで考えると、スラックス、そしてデニム、カーゴ系、ストリート系、何でも多分合うような感じになるかなと思います。ラストリゾート AB でもう一個気になってる靴がありまして、こちらです。VM004 ミリックレザー&スウェードです。レザーとスウェードのスニーカーになります。どうですかこのフォルム、やばくない？マジでかっこいい。これはーん、値段は90ユーロ、5ユーロ上がってるんですけども、まあ感覚的には5000円ぐらい上がってもいいんじゃないかなってぐらいかっこいい靴ですね。オールブラックの靴は何足か持ってるんですけど、どっちかっていうとねテック系な感じのものが多いので、こういうクラシックなシンプルなものでオールブラックも一足欲しいなと思います。これねめちゃくちゃ上質なので、なんか革靴っぽい使い方もこれぐらいのレザーの感じならできるかなと思います。よいしょ。ということで今回の動画は、僕がこの秋にね気になっている靴22足をご紹介させていただきました。皆さんどうですか、気になった靴ありましたか？今回のスニーカー紹介は完全に僕が今欲しい靴で選んでいるので、トレンドとか、皆さんのねクローゼット事情とかあんまり加味してないようなものになります。なので皆さんの中でもおすすめをコメントで出し合っていただいて、コメント欄も参考になるような形で盛り上げたら楽しいかなと思いますので、ご協力お願いします。まあ、今回紹介した中で僕は靴を何かしらは買いますので、第2回目は購入した靴と今僕が持っている靴合わせて、秋にね履きたいオールスターズをねご紹介しようかなと思います。なのでそちらの動画もぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで今日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。